新体操個人で東京五輪出場を決めた坂出出身の喜田純鈴選手と劉コーチの祝賀会が6月24日坂出市立体育館で開かれました。体育館では喜田選手が所属するクラブエンジェル RG 香川日中の関係者が手作りの横断幕などを壁に準備する中、午後5時30分ごろ喜田選手と劉コーチが姿を現し、手作りのアーチで出迎えました。エンジェル RG 香川日中の生徒がすみれちゃん、劉先生おめでとうと声をかけると、喜田選手が応援ありがとうございました、オリンピックに向けてまた頑張るので引き続き応援よろしくお願いいたしますとクラブメンバーにお礼を述べました。この祝賀会は五輪出場内定後初の地元での練習に合わせてエンジェル RG 香川日中がサプライズで用意したものです。この日クラブの生徒やその保護者などおよそ100人が集まりました。祝賀会では生徒から花束が贈られたり、クラブが2年前から喜田選手の五輪出場を祈願して用意していただるまに目入れを行ったりと夢を叶えた喜田選手を祝福しました。東京オリンピック頑張ってください。今までずっと合宿とかして一生懸命練習した成果が報われてすごく嬉しかったし、やっぱ強くてかっこいいなって思いました。どうですか、喜田選手ってあなたと どういう存在ですか、やっぱ憧れとかありますか。いつもちっちゃい時から同じ体感で練習させてもらっていて、すごい憧れの選手ですし、たくさんそのすみれちゃんのいいところを自分にも取り入れていきたいなって思っています。すごく嬉しかったです。みんなでキャーキャー騒いで飛び跳ねてました。あ、じゃあそれはもうみんな何人かずっとみんなで見守ってた感じ、はい、全員で画面で応援してました。ちなみにこう喜田選手、久しぶりに会って姿見てどうでしたか。すごくいつも一緒にいる人がオリンピックに出場することが決まって、すごくやっぱりすごい人だなと、私もそうなりたいなと思いました。すみれちゃん、東京五輪全力で頑張ってください。応援しています。坂出市出身の喜田選手は幼稚園の頃から新体操を始め、現在所属している新体操クラブエンジェル RG 香川日中で劉コーチの指導のもと技術や表現力などを磨いてきました。中学生の時に全日本選手権でクラブとフープの種目で最年少優勝を果たすと、高校生でフェアリージャパンに個人選手として選出され、世界新体操選手権大会に初出場しました。また2018年からは全日本選手権の個人総合で大会3連覇を達成するなど、日本トップレベルの選手へと成長しました。成長するとともに高校生だった喜田選手は東京五輪の代表という夢を抱き始めました。そして6月19日と20日に群馬県で開催された新体操個人総合の日本代表を決める東京五輪代表選考会では、代表2枠を喜田選手を含む特別強化選手3人で争いました。喜田選手はこの選考会で3人中トップの総合得点 97.350 点を出し、代表内定を受けました。本当に嬉しいですし、みんなの協力があってこそだったので、本当にありがたいです。本当に夢の舞台だったので、そこで演技できる幸せを感じて、たくさんの人に何か伝わるものがある演技ができればいいなというふうに思います。今回このような形でオリンピック出場するということが決まったので、もう昔からたくさん応援していただいて感謝していますし、これからも
頑張ろうと思っているので引き続き応援よろしくお願いします。私は最初スミレちゃんに言ったのは、本当スミレちゃんのオリンピック舞台に送ることできるようになったね、スミレちゃん本当にオリンピックね、出れるようになったねって、その言葉だったんです。スポーツ選手にとってオリンピックという舞台が本当にも憧れ幸せの舞台ですので、本当にまあもちろん出れない の選手たくさんいますので、その幸せ感じて出れない選手たちの分も一緒に幸せ感じて踊ってほしいです。祝賀会ではこのほか北選手の活躍してきた姿を集めたスライドショーや演技している写真をデコレーションしたケーキなども用意されていました。北選手が五輪をイメージしてケーキに立てられた5本のろうそくを吹き消すと、周りから大きな拍手が送られていました。この日北選手と劉コーチはクラブのメンバーと五輪出場の喜びを分かち合っていました。また祝賀会の翌日6月25日坂出市役所で壮行式が行われ、北選手と坂出市体操協会の横田義行副会長が出席しました。式では初めに坂出市体操協会の横田副会長が有福哲司坂出市長に6月19日と20日に行われた東京五輪代表選考会の結果報告をしました。この後有福市長と斉藤義明議長がお祝いの言葉を述べました。坂出市民を代表してお祝い申し上げたいと思います。大変小さい時から新体操に頑張ってもらって、苦労も多かったということを聞いております。特にいろんなですね、マスコミの記事なんかをさせていただきますと、怪我をしたりですね、どんどんいろんなことを乗り越えてこられたと、その都度這い上がってこられたということをお聞きしています。市民にとってもですね、大きな誇りとともにですね、これからのオリンピックの大きな舞台ですね、また市民のみならずですね、国民の皆さんに希望と感動を与えてあげてください。続いて有福市長が記念品を、斉藤議長がお祝い金をそれぞれ北選手に贈呈しました。式の最後に北選手が、これまで応援していただきありがとうございます、オリンピックに出場するという形で恩返しができて自分自身もすごく嬉しいです、オリンピックまであと1ヶ月ほどしかないのですが、さらに高みを目指して頑張るのでこれからもよろしくお願いいたしますと、オリンピックに向けての決意を述べました。コロナでね、大変、いい話がなかった中にですね、北すみれさんのオリンピック出場、内定ということでありますけど、大変喜ばしく思ってますと同時に、多分市民やですね、国民にですね、もっともっとですね、希望やそして、夢を与えてくれるんだと思っております。ただね、あまり、重圧に潰されることなく自分を信じてですね、しっかり力を出し切っていただきたいと思っております。私は市民の代表として今日インタビュー受けてますけど、市民みんなで私も先頭になってですね、応援していきたいと思ってます。北選手は今後県内で軽めの調整を行い、6月28日から東京でオリンピックに向けて本格的に練習をスタートさせるということです。